お疲れ様です。プロのお酒好きです。本日はですね、コンビニで買えるウイスキーのおつまみ12選といったところで、ローソンでですね、2500円分買ってきました。じゃあちょっとですね、紹介したいと思います。ジャイアントコーン、クルミ、ジャーキーですね。ポテトデラックス、クランベリーチョコレート、ミニカルパス、プロシュート、カマンベール入りチーズです。エクレールのショコラチョコレートと、バニラアイスですね。こちらを買ってきましたといったところで、お酒軸はですね、飲食店の方もたくさん見ていただいてるんですけども、大半の視聴者様はですね、宅飲みの幅を広げという意味で、お酒軸を見ていただいていると思うんですけども、おつまみの方にフォーカスしていきたいと思います。でね、まあ、皆さんもしかしたらですね、ウイスキーにはチョコでしょとか、ハイボールにはポテトチップスだよねとか、そういった認識はあるかもしれませんけども、これね、結構ね、セレクトによって全然味わいってのは変わってきます。で、何がすごいかって言いますと、おつまみがね、完璧なチョイスができれば、ドリンクもおつまみもさらに美味しくなります。これね、バイバイゲームです。逆に、おつまみとお酒の相性が悪いと、両方ともね、レベルが下がってしまったところ、といったところですね、今日はもう永久保存版だといったところで、自信満々でやっていきたいと思います。さあ、じゃあですね、もう今日はね、すべてコンビニで終わらそうと思いますし、ウイスキーもですね、これちょっとお店用なんですけども、まあ、コンビニで必ずって言うと言ってもジャックダニエルですね。他にもいろいろあります。トリスもありますし、ホワイトホースとかね、ほんとコンビニってウイスキーたくさん置いてますよね。普通にもスコッチとか売ってますよね。びっくりしましたけども、たくさんあって何買えばいいか迷うって言った時はですね、もうね、ジャックダニエル1本買っとけばいいです。なんでかっていうとですね、まあ、おつまみにも合わしやすいですね。まあ、甘めなのですごく飲みやすいです。ウイスキー苦手な方も飲みやすい。そして、ハイボールが苦手でもですね、コーラとかジンジャーで割っても抜群に美味しいです。普通のサイズだと大体 700ml なんですけども、まあ、2000円前後なんで、コスパは本当にいいと思います。1000円ぐらいのウイスキーは置いてるんですけど、まあ、正直ね、そこの1000円ケチって後悔するぐらいだったら、ぜひこちらは参考にしてみてください。でですね、今日ちょっとびっくりしたのが、白州、まあノンエイジではあるんですけども、これもね、売ってました。びっくりしました。お値段もう1200円ぐらいなんで、700ミリに換算したら本当に定価で買えるぐらいですね。これを買うためにね、コンビニとか発祥する人もいるって言ってね、僕、今日たまたまローソンに行ったら売ってたんで、すごいラッキーだったと思うんですけども、まあ今日はね、この2つをメインにやっていきたいと思います。じゃあですね、しのごの言いましたけども、まあ飲み方としてはね、まあストレートとハイボール2つ用意しましょう。で、おつまみによってはですね、これはストレートがいいですとか、ハイボールがありますっていうのがありますので、その辺はね、しっかりとご説明したいと思いますので、ぜひね、メモの方も取ってみてください。はい、こちら白州なんですけども、森香るハイボールと言いまして、もうみずみずしいね、森の香りがするようなハイボールっていうのが特徴でございます。そこからですね、人気に火がついたって感じですね。この白州自体が南アルプスの駒ヶ岳の麓で作られておりますので、もう森の中で作られてるんですね。味わいもですね、もう森の香りがすると。では作ってみましょう。ハイボール、まずこちら30ミリですね。ソーダはですね、必ず氷に当てないようにゆっくりと注いでください。いやー、めちゃくちゃ美味しそうですね。もうバースプーンで下にゆっくりとバースプーンを下に入れて、氷をね、上にちょっと上げて、もうそれだけで OK です。触らない。これでバッチリです。最後仕上げにミントですね、こちらを香りをね、最後叩いて開かした後にハイボールの上に浮かべます。で、これでモリカルハイボール完成でございます。ではね、いただきたいと思います。お疲れ様でした。あー、やっぱ美味しいですね。最高です。はい、じゃあね、まず1個目からやっていきましょう。まずですね、合わせていただきたいのはこちらね、くるみとかですね、ナッツ系、まあ、ミックスナッツでもいいと思います。こちらナッツとか、あとですね、カラマヨのジャイコンですね、これをね、ぜひ合わせていただきたい。もうハイボールにはね、もうこれあったらいくらでも飲みます。どういった使い分けをするかなんですけども、繊細な味わいのウイスキーの場合はですね、味があんまりしない、こういった素焼きのくるみですね。白州ハイボールに合わせたいときはですね、こういった無塩のナッツとかを使いましょう。ではまずですね、くるみをいただきます。うん、ああ美味しいですね。本当にね、邪魔しないです。あ、これはね、掛け算ができてますね。素晴らしい。逆にね、この繊細な味なのに、同じナッツ系でもこういったジャイコンですね、こういうのはやっぱり、いや美味しい、美味しいけど、あー合わないですね。喧嘩します。もうお互いが美味しくなくなります。このジャイコンに合わせたいんであれば、バーボンとかですね、あとスモーキーなウイスキー、これのハイボールにはね、このジャイコンは合います。じゃあちょっとね、ジャックありますんで、まあ、厳密にこれはバーボンではないんですけども、まあバーボンと思ってやってみましょう。ではね、ジャックダニエルを注ぎまして、これもね、濃さはもうお好みでいいと思います。ウイスキーは行ったんですけど、カラマヨのジャイコンがめちゃくちゃ好きで、ハイボールにはジャイコンっていうのは聞いてたから、その時確かね、バランタインかなんかのハイボールを飲んでて、ジャイコン頼んだらそこのマスターにめちゃくちゃ怒られました。君ね、全然味分かってないねってすごいね、怒られた記憶があります。ジャイコンを食べたくてそれに合わせたいんであれば、バーボンとかスモーキーなウイスキー、ラフログとかですね、っていうのがベストでございます。いや、そんな本当って思ったかもしれないですけどね、全然味違いますから。じゃあ行ってきます。うん、ピリ辛がたまらないですね。あー、めちゃくちゃ合います。うんま、もうベストですね。これあったら一生飲めるですね。結構皆様お酒のあてでナッツを選ぶ方って多いんですけど、このジャイアントコーンを知らない方が結構いて、もう厳密に言うとナッツ系ではございません。トウモロコシなんですね。ジャイアントコーンが取れるのはペルーの限られた地域だけなんですね。あー、これ本当でもね、美味しいですね。もうミックスナッツには必ず入ってますね。で、僕が勤めていたバーがミックスナッツがこうね、大きなね、
瓶に入ってるんですけども、常連さんがジャイアントコーンだけにしてくれって言ってですね、よくあの手突っ込んでジャイアントコーンだけ取ってた思い出があります。川崎系ではね、もうジャイアントコーンが世界一だと思ってたんですけどね、ちょっと最近ね新たなスターが出てきました。皆さんはね、こちら知ってますでしょうか。芋のね厚さが3倍デラックスということで、ポテトデラックスのマイルドショルト味、これねちょっと食べてねびっくりしました。いやこれね、もうじゃがりこ以来の衝撃ですね。ポテトチップスなんですけど、これはこんなに太いんですね。これがねうまっ、あーもう最高、何も拍手に合わないけど美味しい。じゃがポックル、じゃがりこ、ポテトデラックスですね、僕の3大びっくりしたポテトチ、うまい。あーさあ、じゃあ次はですねチーズですね。だいたいコンビニに行ったらですね、こういったカマンベール入りのチーズプラススモークチーズとか言ってますよね。スモークチーズといったらスモークなんで、もちろんこういったスモーキーなラフオイルとかに合います。今日はですねこちらカマンベールチーズです。でカマンベールチーズはですね繊細なウイスキーに合わせてください。なんでこういった白州ですねいいと思いますけど、やっぱハイボールはちょっと合わないので、ここはねぜひストレートでいっていただきたい。うん、あやっぱもう酒のつまみって感じですね。ストレートでいただきます。あーこれはストレートですね。上品な味わいのウイスキーのストレートにはこのねチーズ、これもう抜群ですよ。美味しい、いやたまんないですね。ハイボールでもちょっとねハイボールだと違う感じがしますね。じゃあマスターちょっと待ってくれよと、チーズを味わいたいんだけどストレートでウイスキー飲むのはきついよと、私ちょっとそんなにお酒強くないですよと言った困ったちゃんにはですねちょっとおすすめのがあります。いやもうほんとコンビニにこういうの売ってんだなと思ってびっくりしましたね。これすごい、お値段がね320円、なんと安い。で2種のソーセージとチーズフォンデュ風ソースということで、これで、ね、チーズですね、これでレンジで作れるおつまみっていうことで、ちょっとねレンジちょっとやってみます。はい、ということで、ね、出来上がりました。これでチーズフォンデュ風になるってことですね。じゃあソーセージ1本いただきます。おお、おすごい、いただきます。うん、これこんなあったら飲食店商売上がったりだな。おいしい、こっち拍手で。いや生きててよかったレベルですね。うまっ、300円でこれか。うん、こんなもハイボールなくなるわもう。もう店やめようかな。次におすすめしたいのはですねこちらクランベリーチョコレート、まあ、チョコレートですね、チョコレート、はい、もうウイスキーのチョコレートってやっぱこれ鉄板なんですけども、クランベリーチョコレートがね美味しいですね。チョコレートも甘いチョコレートとビターなチョコレート、もう苦いチョコレートですね、この2タイプを選ぶかなと思うんですけども、外したくないんであればもうビターチョコレートですね。もうビターチョコレートはもうラフルイグだろうがバーボンだろうが白州だろうがどのウイスキーにも合いますね。ビターは気をつけておかないといけないのはこういったフルーティーなチョコレートですね。これにはねフルーティーなウイスキーしか合いません。これとこういったやつを食べていただいて、うーん、ストレートいただきます。うーん最高ですね。チョコレートの味わいがね一気にレベル上がります。あーでもハイボールも悪くないですね。なんでねこういったね甘い感じのやつですね、カネオさんとかいるんだったらゴディバのショコラキャラメルというところで、あーなるほどなるほど、あーこれはスイーツですね。こういった感じでゴディバって書いててですね、やっぱ高級感ありますね。うーん美味しい、チョコはめちゃくちゃ濃厚。あーあーもう最高だ、やべえ。パン生地なんで白州のハイボールとかでね流し込んでもらってもね美味しいです。うわーめちゃくちゃ美味しいなこれ、うまい。さあじゃあ次はですねもうド定番肉系いきましょう。肉系香ばし醤油だれハラミといったところで、ビーフジャーキーがちょっと高かったんですよね。でこれがねちょっとお値段安かったんで買ってみました。もう完全にジャーキーですね見た目は。うん、ハラミだ本当に、塩味が強いです。もうね口の中辛いです。辛いのを流し込むわけです。あーうまい、これ美味しいですね。もうね噛めば噛むほどね肉の味わいっていうのが口の中に広がりますね。もう口の中もううまみいっぱいなところをですねこの白州のハイボールで、ね、流し込むと、ジャックのハイボールでも全然美味しいです。うーん、さあじゃあ次はですねやっぱ肉系で攻めましょう。このねミニカルパス、これなんてのもいいですよね。カルパスはねハイボールはジャックとかそういった系が合いますね。うーん安定感がすごい、あーうまい。はい、でねウイスキーに合うって言ったらねこのプロシュート、このプロシュートはですねなんと8ヶ月以上かけて熟成したイタリア産生ハルムのスライスでございますというところで、なんとそんなね8ヶ月も熟成したスライスがですねコンビニで買うとなんとね298円、安っ。これねあの IKEA に売ってる機能皿なんですけども、こういうのにね並べてあげたらねおしゃれですよ。ちょっとね今酔っ払ってますけど、こんなふうにですねちょっとね
まあ、もっと綺麗にやっていただいたらいいんですけど、盛り付けてあげるとこれでテンション上がりますよ。これね、300円の生ハムをね盛り付けたとは思えないですよね。ではね、こちらプロシュートいただきます。イタリアですからね、これは。美味しい。あー、塩辛い。この塩分がすごいんですよ。で、この塩分とウイスキーがね、もうベストマッチですね。あー、もう合う合う。でね、それこそね、さっきのこのカマンベールのチーズあったじゃないですか。こういうのでですね、カマンベールチーズをね、この生ハムでこうやってね、くるんであげてですね、これでいただくわけです。うますぎる。だいぶちょっとね、僕酔ってきました。いやー、ちょっと美味しすぎて、ちょっと酒がね、進みすぎましたね。そんな時にですね、締めでやっていきましょう。ね、締めはね、このね、バニラアイス。このね、スーパーカップ買ってきました。ピノがね、一番いいです。ピノはチョコレートがコーティングしてるので、ピノとね、ウイスキーは本当に相性がいいんですけども、まあ、ピノちょっと今日売ってなかったんで、スーパーカップにしましたけど、まずですね、適当に一口で食べます。はい。うまい。で、ここにね、ウイスキーを垂らすわけです。はい。で、いただくと。もうね、スーパーカップがね、スペシャルカップになります。もうね、スペシャルカップと言っていいでしょう。おいしい、ね、おいしい。さっき残ったゴディバと、もうね、ゴディバオンザバニラオンザウイスキー。もうね、最高の晩酌です。たまんないな、これ。こっち、はい、というところで、ちょっとすみません、だいぶ酔ってしまいました。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。あのね、コンビニのレベルの高さにね、ちょっと今震撼してます。今日たくさん買ったんですけど、税込み2585円なわけですよ。ウイスキーが例えば2000円で買ったところで、このね、幸せ体験が4800円でできるんですよ。こんだけ楽しめるっていうのはちょっとびっくりしましたね。特にこのエクレールショコラ350円って、まあちょっとコンビニとしてはお高いんですけど、びっくりしました。本当にゴディバのチョコの味でした、そのままな。はい、ということでですね、本日はコンビニで買えるウイスキーのおつまみ12選といったところで、くまなくご説明させていただきました。もうお腹パンパンですけども、いや、マスターこれ見てね、コンビニダッシュしましたって方いてましたらですね、ぜひね、コメント欄にコメントの方お願いします。いや、皆さんもこれすごく参考になったんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今日は以上なんですけども、いや、今日の動画ね、ためになったとか楽しかったって方はですね、ぜひいいねボタンを押していただいて、コメントもですね、もう3文字でもいいです、一言でいいので書いていただけると動画作成の励みになりますので、お願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。